今日はこのハガキの終わりまで、とにかく行くことにいたします。87ページの終わりから5行目のところからでしたね。このほどは大井殿にのみおわします。なお意図書き耐えて思おらんことの愛おしく御心にかかりて苦しくおぼしわびて木の髪を召したりかのありし中納言の子は得させてんや老たげに見えしを短くつこう人にせん上にも我立てまつらんとのたまえば意図賢き仰せごとにはべるなり姉なる人にのたまいみんと申すも胸つぶれておぼせどその姉君は阿孫の弟やも弟やもたるさもはべらずこの二つせばかりぞかくてものしはべれど親の掟にたがえりと思い嘆きて心ゆかぬように何聞きたもおる哀れのことやよろしく聞こえし人ぞかしまことによしやとのたまえば化粧ははべらざるべしもてはなれてうとうとしくはべれば世のたとえにてむつびはべらずと申す、そして、まあ、木の神の屋敷から大井殿へ帰ってきたわけですが、そしてしばらくの間大井殿のみおわします。左大臣の屋敷の方にばかりいらっしゃる。なお意図書き耐えて思おらんことの愛おしく御心にかかりて苦しくおぼしわびて木の髪を召したりで、あんなふうなうつせみとの仰せを持ったわけ、そしてなお一層その間がふっつりと耐えてしまって連絡のしようもないわけですから、あと文を通わすというふうなこともできない、そういう状態にあって思おらんことの愛おしくあの女の方で、思うで心に思っているであろうことも哀れに思われてお心にかかっていて苦しくおぼしわびて自分の胸の中でも苦しくお悩みになっていろいろと思い悩まれて木の髪をお召し出しになった。そしておっしゃることにはかのありし中納言の子は得させてんや例のあの中納言の亡き中納言の子供あの子を俺にくれないか小気味のことですね。老たげに見えしを短くつこう人にせんあの子の様子はなかなか優美に
自分には見えたが短く使うものにしよう、自分の身近に引き寄せて、使うことにしよう、そしてやがては上にも我立てまつらん、あの天井あらわにも自分が、まあ、貢献役のようになって、そして、差し上げるようにしよう、そういう世話を見てやりたいと思うというふうに、おっしゃると、木の神は糸か賢き仰せごとにはべるなり、大層ありがたい仰せごとでございます。姉なる人にのたまいみん、あの姉でございます、つまりうつせみの女ですが、に、その心持ちのほどを伝えてみましょう。そう木の神が返事するにつけても、源氏の君は胸つぶれておぼせど、はっと胸がつぶれるような思いがなさるけれども、つまりうつせみの女に関わったことが話題に出てくると、ハッとこう胸が苦しいほどの思いをなさるわけですね。実は小気味の話をこんなふうにして持ちかけたのも、うつせみとのこれからの連絡の取りようなどを考えてのことであるわけですから、なかなか源氏の胸の中は複雑であるわけです。その姉君は阿孫の弟やもたる、その小気味の姉さんという人は「お前さんの弟を持っているのかい？」つまり、今の夫との間に木の神の父親にあたる今の夫との間に子供を持っているのかい？阿孫の弟っていうのは父親違いの弟妹があるのかい？言って尋ねるわけですね。さもはべらず、そんなことはございません、この2年ほどこんなふうにして暮らしておりますけれども、親の掟にたがえりと思い嘆きて、あの亡き親が思い定めていったその思惑に違っていると思い嘆きまして、心ゆかぬように何聞きたもる、うっせみの女のことですが、あの人は不満に思っているように私は聞かせていただいております。聞きたもる、そんなふうに私は受けたまっておりますというふうな言い方ですね。でまた源氏が、哀れのことや、よろしく聞こえし人ぞかし、まことによしや、気の毒なことよな、あの人の評判はなかなか
素晴らしい人だというふうに聞いているよ、本当にいいのかいという、こういうところの源氏の聞き方もある程度までは木の神の全く想像を超えたような接し方をすでにしているわけです。それを一つはおぼめかしていってる、そしらん顔していってる、それと誠によしやって言ってるのは、当時の男女ってのはそんなふうに、まあ、体のちぎりは結んでしまっていてもなお細々としたその姿形というふうなものがはっきりと分かるような、そういう接し方は一回や二回ですぐに持つというのではないんですね。真っ暗の中で、そして本当に心の失せてしまうような思いの中でたった一遍あったわけですから、これはもう後々でも、例えば末摘む花のお姫様と会うあれだって、なかなかまじまじと相手の女の姿形面差しというふうなもの分かって会ってるわけではない。だから誠によしやっていうのも丸々すっとぼけているというふうに、は取らない方がいいと思うんですね。本当にいいのかい、自分のこの間の行為を曖昧もこに感じさせている、まあ、おぼめかしてけどられないようにしている問い方であるということもありますけれども、それとともに光源氏の心の中では、こんなことを問いかけをして、少しでもこう情報を得たいというか、その様子を知りたいという気持ちもあるわけですね。そんなふうにおっしゃると、化粧ははべらざるべし、木の神の答えもまた非常にはっきりしないわけです。おかしくはございませんようです。もて離れてうとうとしくはべれば、世のたとえにてむつびはべらず。それは表向きは親子、義理の親子なんですけれども、やはり当時のこういう上流、まあ、光る源氏から見れば中流ですけれども、まあ、貴族社会ですね、頭領階級のような貴族社会の生活の中ではやっぱり義理の親子といっても近々とこう素顔を合わせるようなことはほとんどないわけ。またそういう生活だから、かえって心を惹かれて、そして自分の義理の母親に深い恋心を寄せるっていうふうな状態にもなっていくわけ。ここも義理の息子の木の神と、そしてうつせみの女との間には、そんなまじまじと顔を合わせるような、そういうあれはないわけですね。そしてもて離れてうとうとしくはべれば、人と私の間は距離がございまして、そして決して、近しくはございませんからして、さらに世のたとえにて結びはべらず、世間で申しますように義理の親子の関係でございますから、なさぬ仲でございますから、
その世間の例えの通り、細やかには付き合っておりません。だから本当のところはよくわかりませんというふうな答え方をするわけです。むつびはべらず、世の例えにてというのは世間でよく言う、そのなさる中の言い習わしの通り、決して親密ではございません。そう申し上げる。